長野一旦と申します、はい。今長野市のここは善光寺の何側なんでしょうか、ね、東隣ですね。東隣、はい、城山公園の中にあります。東山会議館ですね。行っております。はい、まあ、10月5日ということで、はい、リニューアルオープン、いよいよ始まりましたけど、はい、どうでしょうか。人気の方はどうでしょうか。今日朝からまあ何人かお客さん並んでいただいて、まあ、あの天気にも幸い恵まれましたので、あのその後もですね、多くのお客様にお越しいただいてまして、あのまあ2年ぐらい休館してましたけど、はい、あのこの辺忙しく準備して、その準備した甲斐があったかなと思います。なるほど。はい、主にはですね、はい、あのまあ、バックヤードとか、まあ、作品の環境を改善するっていうのが、まあ、今回の改修の、あの主だったんですけれども、まあ、それに加えてですね、あの授乳室とか多目的トイレとか、はい、あとはまあ車椅子の方がですね、動線そのまま見ていただけるようにエレベーターを増設したりですとか、あのバリアフリーの部分をあの拡充して、あのリニューアルオープンしました。のよりいろんな方に楽しんでいただける、あの支障なく楽しんでいただける美術館になったかなと思います。今回作品、まあ、特別だと思うんですけども、はい、いつもよりたくさんの作品が展示されているとお聞きしたんですけど。そうですね、作品数はまあそんなではないんですが、はい、あのまあ、当館が所蔵していない作品をまあ他からお借りしてきて、まあ、特別に展示をしています。東山会の作品は結構いろんなところでまあ所蔵をされてまして、はい、でまあ、特に大きい作品っていうのは、まあ、当館の所蔵の中にもいくつかありますけれども、まあ、いろんなところで所蔵している作品ありますので、あの当館はあの下地とかスケッチがたくさんあるんですね。で、まあ、それの完成作品を他の館で所蔵している場合があって、そういったものを今回借りてきて、まあ、完成までたどるような感じの展示にしてみました。東山さんとの長野との関係って何か、はい、東山会はですね、あの大学1年生の時、まあ、の昔は東京美術学校ってその当時行ったんですけど、はい、その時にあのその大学1年生の夏にあの御嶽山に登山旅行に、あのお兄さんとお友達と4人であの来てるんですね。で、東山会は横浜で生まれて神戸で育っているので、あの海辺のあったかいところでずっと育ってきたんですけれども、あの山国のまあ厳しい自然とか、あの寒さ厳しい自然にすごく憧れがあったと。で、その、 あの御嶽山の旅行の中で、その山国の自然の美しさとか、あるいは土地の人々の温かさみたいなものに非常に感動をして、それで、まあ、あの長野県のことを作品のふるさとというふうに本人は言っています。その縁があって、まあ、東山会の作品、自分が持ってた東山会の作品をあの会自身が長野県に寄贈をしてくれまして、それでこの美術館が約30年前に開館しました。下の美術館なんですけど、はい、今ちょっと横外から眺めたらまだまだ工事中なんですね、はい、これは一体いつはい、2021年の春にオープンする予定でおります。あのかなり広さがあの大きくなりますので、あの展示室の数というか展示室の広さも充実するので、まあ、今まで展示できなかったような大きい作品とか、そういったものも展示する機会もできてくるかなと思います。善光寺の御開帳も控えていますから、はいはいはい、まあ、それに合わせてあの一緒に美術館の方にも遊んで見に来ていただければいいかなと思います。